もし地震が起きたらここに住めなくなって仮住まい、引っ越し、当面の生活費も結構かかるんだ。生活再建のどんなことにも地震保険考えてんじゃん。まあね。今年もう一度見直す年に。地震保険は賃貸だと関係ないなんて思ってない？だけど大切な家財ってあるよね。地震保険は家財だけでもかけられるんです。生活再建のどんなことにも地震保険。今年もう一度見直す年に。地震10秒診断。そんなのあるんだ。地震保険は建物だけ、そう思っていませんか？長く住んだ家だしいっかなとか。建物、家財、さらに生活再建のどんなことにも使える地震保険。生活再建のどんなことにも地震保険。今年もう一度見直す年に。地震10秒診断。そんなのあるんだ。